ラインって日本の地震の大きな活断層があるところに並んでいるって話なんですよ、うん、日の出のここをも通るとは言うけどもね、そこにランドマークとなるような神社や山とかが、まあ、連なっているとは言うけれども、春分の日と秋分の日か、うん、でここって、ね、ちょうどその下が活断層なんですよ。何を言いたいかっていうと、そこを神社の神様のお力で抑えてるよっていう、スズメの戸締まり見た人いるかなそこね、閉じらさっている、神社の力によって閉じらさっているっていう、まあ、ランドマークなんです。その一番端っこは、今思い出したぞ、鹿島片手だ、うんね、東北三社だ、うんうん、そこね、今年の3月で行きましたけど、要石があるね、で、それね、三社でグッと東端を押さえてるんです。三社の力でグッと、ね、だからこう協力、そして端っこも協力じゃなければいけない。端っこはどこだ、出雲大社だっていう話です。なので、うん、今年の3月は、ツアーでね、行ったので、東国三社でも念入りにお祈りしてきました。で、一緒にツアー行ってくださった方にもしてもらいました。で、その後にもね、私の要石の話とか東国三社の話を聞いて、その後にもね、いろんな地方からお参りに行ってくださってるんですよ。これから行くって方からもうメール来てますし、この前行きましたって、要石をちょっと気になったので行きましたっていう方からも来てて、あ、皆さんが足を運ぶきっかけになったなと思ってすごい嬉しかったんだけど、こっちの端っこもね、私も今年の8月にお参りしてきたけど、出雲大社ですね。もうできたら皆さんと一緒にここでまた日本のね、大地震をね、沈める生誕両誕が大切ですからね。こちらね、はい、西の端っこ要ですよ、ね、要石はないんだけどね、大きな神様だから ね、 ここまで言っちゃうとね、私はこう考えてるんです。古事記が何て言おうが、どんな諸説があろうが、大国主の神様がなぜ島根って言って、出雲のあたりに言えば引退みたくさせられたのか、うん、ね、代替わりさせられてね、それ違うんだよね。この生誕を沈める収める力があるのは大国主の神様だからなんですよ。他にいないんですよ、と私は思っている。だからここなんですよ、場所が。端っこでね端っこに追いやられたよ、違う、端っこを抑えの大国主の神様しかいないんですよ、ね、だから毎年全ての神様が集まってくるんでしょ、ここに。弥生ゆるうつの神様が、いつまでも大国主の神様は王なんですよ、見えない世界のね。そして伊勢神宮の神様は見える世界のトップなんです。だからその出雲伊勢神宮の子孫に天皇がいるわけです。見える世界のトップです。という感じで、こう人間世界、見える世界っていうのは、伊勢系列の神様が治めている。そして見えない世界、ね、神様の世界、霊的な世界は出雲の神様が、変わらず治めているという、こう陰陽でできていて、どっちが上とか下とかではなくて、2つ揃わないとこの世界っていうのは成り立っていないっていう中の出雲大社なんです。ということでちょっといっぱい喋ったけど、なるほど、そうなんです、うん、すごい大変なところなんで、見える世界、見える神様、見えない神様、行ってね、なんとなくそうかなと思ったけど、行って完全にはっきり分かった。うん、両方なんですよ、伊勢、出雲って両方必要なんですよ。で、どっちが勝ったとか負けたとか、どっちが国譲ったとか、そういうもんじゃないですよ。手分けしないとダメなわけです。見える世界、見えない世界、そして見えない世界っていうのはこうエネルギー、
エネルギーも見えないでしょ。エネルギー問題のところも統括してるって話です。で、地震のエネルギーも沈めているっていうことです。うん。ね。だから、国譲りの時に活躍した鹿島香取さんがたちが、東端のを抑えていて、で西端は大国西様が抑えている。一直線に並んでるんですよ。これ勝ったとか負けたとか譲ったとか譲られたとか、そういう多分そういう問題ではないと思ってみんなで神様それで日本を治めている、沈めている、守っているっていう形配置なんです。で、伊勢神宮は伊勢神宮であそこになきゃダメなんです。ね、尊いよね。本当に全てが神様のやることっていうのは完璧です。パーフェクトみんなで行けたらいいね、うん、行ける人でね、いっぱいお祈りしてこよう。みんなで行きましょう全国から募集だよ。北海道だけじゃないからね。できたらね、近隣の人とかも、このツアーが終わってからもなんか繰り返し出雲大社に行けるような人がいらしてくださるといいかなと思います、うん、お教えするんで、祈り方を。でその祈り方でまたお友達連れてね、また何回も出雲大社に行って、そこら辺の地域はそこら辺の方でこう守ってほしいんですよ。お祈りすることによって神様の守りが強固になるんで、それはそこでやってほしい、うん、ね、だからね、できるだけこう地元っていうか近場で、近場っていうかね、その電車で30分で来れますって人じゃなくていいんだけど、ね、日帰りで来れますとかね遊びがてら一泊ぐらいで来れますぐらいのね、近隣の、まあ、人たち。要するにね、もっとぶっちゃけて言ったら、出雲大社のあたりがですね、もっと大きく言うか、日本の西側に地震が起きたら困るような人が行ってほしい。ここまで言った、ね、そういうことそこに押さえてるそういうことどう困らないみんな行きますよまあ私と一緒で行かなくてもいいかもしれないけどねでも祈り方教えるしね、 ね、日本旅行のねバス会社、北海道オプショナルツアーズホットバス、前野さんです。一生懸命やってるんで、ぜひぜひお問い合わせください。いつでもお問い合わせ待ってます、はい